はい、どうもありがとうございました。劇団パッチの皆さんの、ね、ステージでしたけれども、いかがでしたでしょうか。すごい筋肉でしたね。ね、筋肉いいじゃないか。楽しかったです。ね、すごい爽やかなんでね、もう大人気でいらっしゃいますけれども、はい、磯部物語は10月20日から25日まで上演されるということですので、はい、またね、皆さんのね、爽やかでガッツあふれるステージをですね、ご覧いただきたいと思います。はい、お願いいたします。チャリティーネットワークを充実させて、共に生きる社会環境の実現を目指していきたいと考えています。第1回放送から続く24時間テレビの副車両贈呈、お預かりした募金のうち福祉支援で全国各地の福祉団体などへ福祉車両を贈呈させていただきました。全国各地で行われた贈呈式では、贈呈を受ける方々のたくさんの笑顔が見られました。昨年は全国で214台贈呈し、その中で読売テレビの放送エリアである近畿2府4県では27台の福祉車両を贈呈いたしました。38年間の全国贈呈台数の累計は1万422台となりました。手が不自由な方でも手元レバーの操作によって電動で走行できます。贈呈される車両は毎年年に2回福祉、また24時間テレビチャリティー委員会では、福祉車両の贈呈から廃車まできちんと見届ける管理体制をとっています。福祉車両が役目を終え廃車をする際には必ず申請し報告することが義務付けられています。広く活動しています。災害救助犬は地震や台風、土砂崩れなど災害で行方不明になっている人を優れた嗅覚で捜索するために特別に訓練された犬たちです。日本レスキュー協会の災害救助犬は建物の下敷きになった人の捜索や土砂災害などあらゆる災害現場を再現した訓練場で、本番さながらの厳しい訓練を日々受けています。また国からの認定を受けて災害救助活動のほか、セラピードッグの育成派遣や捨て犬捨て猫の保護など動物福祉愛護活動も行っています。セラピードッグは、そして依然として雨が降りしきっています。激しく雨が叩きつけています。今年でチャリティーマラソンは記念すべき25年目を迎えるんですが、これだけの雨の中のゴールというのは、おそらく1994年のダチョウ倶楽部さんの時以来22年ぶりになるんではないでしょうか。それだけの困難の中、日本武道館のゴールを目指そうという林家たい平さんです。 100.5 キロ、その完走を目指しまして、そのフィニッシュを目指しているたい平さんです。ちょっと雨が強くなってます。頑張ってと笑っていました。しかし落語を聞いてみんなが笑ってくれる、人の笑顔を見ると自分も笑顔になれる。また手を振りました。周りの方々を笑顔にして、だから今日も走り切った時は皆さんの笑顔が見られるのが楽しみです。みんなの熱気です。その焦点の皆さんも、そして全員が待っている日本武道館に向けまして、笑顔を待つ武道館に向けて手を振って走っています。たい平さんです。6時間半もあと1時間です。もうみんなね、一生懸命活動、あと1時間最後の最後までいただけますわ。
になってから初めての曲です。フラッシュです。コンペ師匠が武道館で待っています。待ってます。それはおそらく太平さんは知らないでしょう。なんというフィナーレでしょうか。スタートは師匠が懸命なリハビリを経て弟子のところに行きました。今度はゴールは弟子が師匠のところに向かいます。頑張れ。中継移動車と日本武道館の距離となっておりますが、確実にその距離が近づいてまいりました。エビアラさん、ペースはどうですか。今ですね、ちょっとこのままで行きますとギリギリかなと思ったんですが、今ちょっとペースを上げましたね。上げましたか。最後に上げました。ちょっとご覧の腕の振りです。直前の状態ですとちょっと放送時間ギリギリもしくはという感じになってきているという情報が入ってきたんですけれども。そうですか、はい、それを太平さんが知っているかどうかはちょっとここから分かりませんが、先ほどまで手のひら握ることできませんでしたが、しっかりと拳で握りまして、今スタッフの皆さんと一緒に1212の掛け声と共に一歩一歩武道館を目指しています。さあ最後の力を振り絞って放送時間内になんとか間に合うかという太平少年の走りになっています。はい、林家コンペ師匠が待っています。師匠は本当に厳しかったと振り返りました。落語については何も言わなかったけど、日常の立ち居振る舞い挨拶厳しく育ててもらいましたと言っていました。でもどんな言葉にも愛を感じていましたと言っていました。そんな師匠が病にかかり痩せ細り、その姿を見て寂しい気持ちになったと言っていました太平さん。しかしそんな師匠が弟子のために歩き、弟子のために麻痺した右手でメッセージを書きました。本当にかっこいい金平師匠の弟子でよかったと言っていました。いやもうなんとか間に合ってもらいたいですね。そうですね、はい、こんばんは。今太平師匠向かってます。ひとりさん、はい、二人に向けまもなくですね、さらにも全国ネットの中継が来ますので、それならもちろんつながせてください。こんばんは、なんとさんです。あのラジオの漫才新人賞がこんばんは、なんとさんと、あと平松アナウンサーと黒木アナウンサーです。蓬莱さん、はい、斉藤さん、中谷さん、パッチさんとも来られます。来られます。はい、少々お待ちください。はい、じゃあですね、今年のまず担当する歌詞を発表します。皆さん、はい、後ろご覧ください。皆さんで歌うんですね。あれ、はい、歌詞見えますか。あの中に今年の担当歌詞が当然あるわけなんですけれども、どこでしょうか。あこちゃんいますか。どこですか、安田さん。遠い夢、歌い出しじゃないですか。歌い出しじゃないですか。歌い出し担当じゃないですか。さすがにないんじゃないですか。違います。あれですよ、多分横尾石井君言って正解。上島コーヒーです。あ、違う、それはあのお店だから。あれは違うんですか。歌詞じゃないです。歌詞じゃないよ、はい、歌詞じゃなかったんです。大体ね、はい、大阪っていいとこで来るんですよ。あ、どこ行くの。どこら辺ですか。視聴者もいいんでね。はい、平間ちゃん。これはいいとこ。
じゃあもう当てに行ってみましょう。はい、当てに行ってください。はい、当てに行きましょう。まぶた、また違います。違います。しかも、黒木さんの方から正解を。あれ違いました。はい、違うんですか。違うんですね、ポイント。いいとこ。どちらでしょうか。閉じれば浮かぶ景色が。頑張りましたね。なるほど。これができない。平松さんがね、ちょっとね、やっぱね、ちょっとフライングしちゃった。まぶたまぶたじゃないんですよ。まぶたはいらない。閉じればから、閉じればからだったんです。はい、今が相当終盤ですね。福岡放送さんの次に来ますのでね、8秒間繰り返しの後のやりましたってことですね。そうなんです、そうなんです。ただね、何回繰り返すか本当に分かんないですよ、私ね。なので、もうその周辺になったらね、もう皆さんもフルのテンションでね、ずっと右、左、左って言われて、で、これが揃ってないと非常にかっこ悪いです。なるほど。なので、はい、あそこの、今スタッフがやってます。はいはい、スタッフさんが、見えました。年齢いいですよ。あとだか、はい。じゃあ皆さんやってみましょう。右、一緒にね。合わせてくださいね。皆さん、わかりましたでしょうか。この感じですね。アピールしてます。じゃあ、よろしければ曲をどこかで出してください。皆さん、大きい声でお願いします。ジュテンサさん、曲お願いします。ペースを上げました。そして、一旦ちょっと遠くを見やりました。遠くました。信号待ち。歌が入ってますね、これは。皆さん、入ってないですか。恥ずかしがらず、はい、皆さん、どんどん入ってくださいね。ボランティアの方も、綺麗ですね。お疲れ様でございました。皆さん、大きい声でお願いします。大きい声で歌ってる方、僕チェックしますので、はい。嬉しい。画面に映って、ね、2階3階の皆さんもよく声出してくださいました。ありがとうございます。本番もよろしくお願いします。よろしくお願いします。ちょっと皆さん肩を休めていただいてね。はい、そうですね。結構ねやりましたからね。いや、まあしんどいですね。そうですよ、有酸素止まってますね。やってますから、ね、マッサージなんかしながらね、はい、皆さんも肩ぐるぐる回したりなんかして、ね。ちなみにあとね、さらに開始まで11分という最新情報です。あと11分ですか。あと11分、もうすぐですね。はい、11分なんでね。はい。皆さんの担当までで言うと、大体14分ぐらいですね。なるほど。もうすぐですよ。今年の24時間テレビもあとわずかですね。わずかですよ。録画とかするんであればね、ぜひね、今のうちに。まあ、そうです。じゃあ、お呼びしましょうか。はい。じゃあ、クロチさんの方から、せっかくなんで、清水健さん、呼び込み。はい、では登場していただきましょう。清水健アナウンサー、中谷忍アナウンサーです。お願いします。お願いします。よろしくお願いします。じゃあ蓬莱君とゆきのちゃんも入ってこようか。はい、お願いします。今回の2016年のね、この24時間テレビもこんな遅い時間までたくさんの方々に来ていただいて本当に心から感謝いたします。本当に大切な思いをたくさん皆様からいただきました。皆さん本当にありがとうございます。
ありがとうございます。ありがとうございます。最後はみんなで本当にね、全国で一番一つになったサライの大合唱をこのついXXI から送りたいと思います。はい、そうですね、関西がやっぱりね、一番熱いと思うんですよ ね、 うすね、どういう風に見てもみんなで最後心を一つにして頑張りたいなと思います。どうぞよろしくお願いいたします。お願いいたします。よろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。さあ、それではパッチも入ってくれましたね。はい、どうも劇団パッチです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。では最後一回だけリハーサルしていただきます。やだ、寂しさの背中合わせの一人きりの旅立ち、動き始めた汽車の行きましょうね。はい、ではオンエアちょっと見られるかな、見られるかな、席オンエア見られる。この道取りを間もなくフィナーレを迎えようとしています。今手を叩いてコンペッション笑っています。今笑っています。笑って今ちょっとうつめきました。笑顔になる太平さん、最後は笑ってフィニッシュしてほしい。今一度二度うなずきました。一度二度うなずきました。また一度を取ろうという太平さんであります。まだ雨が降りつけています。雨が叩きつけています。そして沿道から大きな声援を送っています。さあ、今その声援に送ってちょっとファンは揺らぎました。時間は揺らぎました。大変涙をこらえる、涙をこらえる、手を取り出した、手を取った、大変、何とか笑顔を届けたいと言った。大変さんが何とか涙をこらえながら、手を取りながら、歯を食いしばりながら、日本道館のフィナーレを迎えようとしています。間に合うかどうか、果たして間に合うのかどうか、最後の残り時間になりました。さあ、右手に日本武道館が見えるはずです。まもなく日本武道館が見えるはずです。さあ、大きな玉ねぎが目に飛び込んでくるはずです。依然として正面から雨が降りつっておりまして、正面から雨がこの太平さんを打ち立てています。今左からも右からも大声援です。同点メンバー待っている、泣いています。太平さんが泣いている。太平さんの目から涙が溢れます。いっぱい苦しい辛いと言っていなかった、苦しい表情を見せた辛いと言っていた。100キロを超える道のりに頭を下げました。そしてなんと5人並びまして両手を振って今日本武道館に飛び込もうとしています。温かい拍手を受けています。2016年の最後の夏、一旦立ち止まって私が向かうと言って、感謝の気持ち、感謝の思いをお辞儀をして、お辞儀をして今この思いを伝えました。さあ、大歓声、23名の人が今手を振って泣いているのか笑っているのか、大きくガッツポーズ。もともと走ることはできませんでした。しかし、なんと100.5キロを走り競争という林家太平さん、今大きく手を振っている。またお辞儀をしました。放送時間どうでしょうか。もう入り口が見えます。入り口が見えた。
さあゴールが見えました。これが林田大栄さん、大栄さんの人柄です。全てに全てに頭を下げます。支えてくださった皆さんに感謝の思いを込めて今さあ飛び込もうとするところにまた今日の皆さんが待っているか。今水を受けて見えますね。福田大栄さんも、ね、日本武道館に着きました。では関西から最後のエールを送りましょう。まもなくサライの大合唱が始まります。では皆さんサライが始まりました。皆さんありがとうございました。最高のサライでしたね。はい、本当に主役は皆さんです。皆さん本当にありがとうございました。ありがとうございました。最高、あの関西の24時間テレビ本当に最高だと思います。それはなぜかというとやっぱり皆さんの思いがいっぱいいっぱい詰まってるからなんですね。本当にたくさんの思いをいただきました。何度も何度も言わせてください。皆さん本当にありがとうございます。ありがとうございます。ありがとう。ではですね、ボランティアの方々、24時間頑張ってくれました。ボランティアの方々に大きな拍手をお願いいたします。26時
どっちでしょう。